皆さんこんばんはモナ・リザ・クロームでございますいつもご視聴いただき誠にありがとうございますさて皆さん寒くなりましたねもうジャケットがないと札幌では過ごせません今日大学の講義がございましたのでジャケットを着て行ってきました 今学生にとってはとっても大切な時期に来ています。ということはアドバイスをする我々にとっても非常に大切な時期です。えー、私たちのアドバイスが、えー、彼らの活動を左右しますのでもう慎重にそれぞれの 学生さんのことを考えながら今日はお話しさせていただきました、えー、今カメラ業界は ZF で持ちきりですよね、えー、そういう中でちょっと埋もれているんですけれども私が注目しているカメラがございますそれがこのカメラ α7CR で ございま,すまあ ZF の話題に隠れてしまってはいますがそれでも α7C2 はね、えー、話題になっていますよね。一番注目されないこの CRCR CR と私は略していますがこのカメラ をなぜ私が注目しているかということについて今日はお話ししますそれでこの CR の最大の魅力はセンサーが6100万画素6100万画素もあるんです理面照射型の C もセンサーを積んでいますまあね 一度ぐらい使ってみたいなっていうねことはずっと思ってたんですよ。アルファセブン R5 ここでは R5 と言います。この R5 のサンプル画像とか動画なんか見てると羨ましくてしょうがない。うん6100万画素データ量は重いけどもやっぱ やっぱり会長も豊かで惚れ惚れする絵が見れるわけですよ。いや、使ってる人いいなってね、正直言って思っていました。そんな中で、えー、R5 と同じセンサー、画像処理エンジンを積んだコンパクトカメラが出たわけですよ。驚きましたね。 ライカ M11 とかライカ Q3 と同じ、まあ、最高画質6000万画素をこんなコンパクトで使えるっていうのはまあすごいなって正直思ってるんですよこの α74 を約1年半ぐらい前に購入して使い始めましたポートレートを撮るから AF のいいカメラ こいつを買おうって悩みに悩んで買ったんですよで実際に使ってみるとやっぱりソニーってすごいなってね正直と思いましたで特にこのカメラで愛用してるのはそのボタン一つでクロップできるフルサイズと APS をボタン一つで行ったり来たりできるこれですね アルファォーは3,300万画素ありますから、クロップ1.5倍にしても1,400万画素残るんですよ。1,400万画素あれば、まあ、なんとかなる。なんとか使える。ということで、えー、も,もかさんの撮影をしているときも、たい3対1ぐらい。 3300万画素が3だったら1が1400万画素を使って撮影していましたただね一つのフォルダの中に3300万画素と1400万画素が混在してる,っては、ね、してるのはねあまり気持ちがいいものではないし編集するときに戸惑うこともよくあるんですよその点この CR を使うと どういうことができるかと言いますと M モード M サイズを使えばなんとフルサイズも APS-C も2.600万画素で撮れる1.5倍にしても2,600万画素フルサイズも2,600万画素同じデータ同じサイズのデータを作ることができる。 フォルダーの中を見ても1.5倍された絵もフルサイズも同じこれって気持ちいいっすよねただコンパクトになったので R5 とはやっぱりちょっと違うんですよね価格も10万円ぐらい安いので機能が削られています例えば EVF そそこそこモニターもそこそこ、えー、シャッターは、えー、メカが4000分の1秒しかもこれは電子先膜だけかなそれから電子が8000分の1秒しか使えないカードスロットは1つ R5 の良さであったあのホワイトバランスの IR センサーがついていない で実際にソニーストアで触ってきた印象ですけれどもこれはね思ったより良かったですね質感も前よりずっと良くなってますで高級感もありました一番気になっていたのが EVF だったんですけども覗いてみると以前より明るくなってしかも倍率が0.7 0.7倍になってますからまあこれよりはちょっと小さいんですけれども、うん、思っていたよりも使えるなと思いましたね実際にこう撮影もしてみたんですけれども、まあ、困ることはないなって思いましたただね近くにある R5 を除くと「ああ!」ってなるわけですよ。 R5 の EVF は944万ドット。944万ドットですよ。しかも倍率が0.9倍。もうこんなでかい0.9倍の倍率を持ってます。あ、これパソコンで作業してるみたいみたいなね。そんな EVF ですよね。ああいうのをこう見ちゃうとね。 あーっていう感じにはなりますただ α74 よりは、まあ、若干劣るかなぐらいと思ってもいいかなという感じではありました R5 のボディがバッテリーとメモリーカード込みで 723g それに対して CR はバッテリーとメモリーカード込みで 515g200g 軽い。 グラム軽いってもうそれだけでねもう気軽に持ち出してサクサク撮れるじゃないですか例えばこの私が文句ばっかり言っている重いレンズ 50mmF1.2G マスターこのレンズをつけてもこのこのコンビより1 5 0ム軽いんですよ。 特に動画撮影においては非常に大きいですね。というわけでこの CR については、まあ、価格も高いし、まあ、一般的ではない。うん、でもねあの私のようなマニアックな人間にはめちゃくちゃ刺さるカメラなんですよ。一度は 頂点の画質に触れてみたいとかねこれ AIAF もついてるしトラッキングも最新のものが入ってますからそれでこの小型軽量いやーこれはマニアにはたまらない一台が出てきたという感じでございますあんまり売れないと思いますが、まあ、こういうカメラを出してくるソニーの底力には契服いたします 今夜もご視聴いただきありがとうございます。